あ、すいませんね。めちゃめちゃ吹いてくれてる。今は、名古屋あたりにいるんですけれども、晩ご飯を食べるということで待ってます。ちっちゃい時は私はですね、こういうさ、うん、あのフードコートで渡されるこれがね、うん、うるさいじゃないですか。結構な音になるし、うん、止まらないっていうやつがあるやん、うん、止めれるのもあるけど、うん、すごい怖くて、なんかさ、から大きい音が鳴って、しかもそれが鳴りやまないっていうことすごい苦手やってん、ちっちゃい時、うんうん、だからこれとオルゴールほんまに苦手でした。へ、なんか、うわ、ほのかちゃんがなんか来てる。みそかつ、めっちゃ美味しそう。なんかドレッシングかけ放題って言われた。あ、そうなんや。あのこれ、シャボツの。あね、うん。だからなんかいつも以上にかけちゃってさ。でも美味しそう。あのこの名鉄レストランって。最近まであの名門の鉄道のレストランかと思ってたんですけど、名古屋鉄道なんですね。ラーメン、ラーメン、私はですね、醤油ラーメンでございます。そしてむちゃんのやつは、白豚骨です。白豚骨美味しそうです。ございます。ふーちゃんは待ってます。いいです。いやー、あ、すごい、なんですか、美味しそうやろ。何これ。え、これあのステーキの 520g、 520g、 ミリグラム。どういう意味、ミリで食べるの。怖い。ふーちゃんは黒ラーメンだそうです。そう、なんか黒マー油ラーメンみたいな。じゃーん、これは黒豚骨ラーメンです。美味しそう。めっちゃ美味しそうやな。めっちゃいいですね。うん、ちょっと食べてみます。はい。緊張する。なんか食べてみるって言わなかったよ。すごい熱々ですね。熱々。うん、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 美味しい。美味しい。なんか、うん、普通の豚骨と違って、うん、なんか深い味がする。おです。